はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、マエチンと一緒に、今回ですね、板橋にございますカモンさんという、デカ盛りをね、提供しているお店に来ております。ってことで、マエチンはもちろん初めてだよね。初めてです。このお店やばいんだけど、基本的にね、全メニューデカ盛りなので、全品均一で価格が400円、400円で、まあもちろんね、ドリンクとかを頼んでいただくと、まあ黒字になるんだけど、基本的にフードメニューはほぼほぼ赤字という、本当にサービス精神あふれたね、お店さんなんですけれども、料理うまくて、俺もね、昔ちょこちょこっとこう飲みに来たりとか、例えば大食いの仲間とか飲食店の、まあ、お世話になってる方々とかと一緒に飲みに来たりしてたんだけど、もう数年ぶりかも、俺も。でも言うても、とりあえずね、今日は多分前回見てるかと思いますが、今ね、時間が17時、で今日の11時、6時間前にですね、エゾさんで唐揚げ食べてますだからマエチンは今腹何分目ぐらい、ぶっちゃけでいいんですか。うん、8です。まだ8 いや、まあでもね、8でも美味しいから多分食べれちゃうと思うんで、最大限ちょっとちゃんとちょっとずつつまみながら味わおうかなっていうまあ基本的に俺が食べるんで、そうですね、はい。まあ、あのこのカモンさんの美味しさはちょっと味わいながら今日楽しんでください。いや、よろしくお願いします、はい。とりあえずさっきちょっと話したさ、このフードメニュー、これ見てよ、全品400円なのよやばくない？しかも結構ちゃんと見ると、ご飯物ちゃんとオムライスとか、そう、主食はもちろんおつまみとか、もうもろもろ400円。結構いろんな種類食べてて全部美味しいんだけど、今パッと見、マエチンはどれ食べたい？なんかそのイラン風っていうコーナーが気になってて、ここ、はい、イラン風オムレツとか、はいはいはい、店員さんのマンさんがイランの方だから、この辺の料理は絶対美味しいんだけど、ね、イラン風、これがね、ちょっと食べてほしい。なんて読むんですか、これは。未だに俺も分かってない、イラン人キロールなのか、イラン人キロールなのか、ちょっと俺もね、分かってないんだけどすごいとこでバツって切れてるから、多分ここで切れてるから、イラン人キロールなのかな、だと思うんだけど、これはね、めちゃくちゃ美味しい。で、これじゃあ頼みつつ、もうベーコンエッグなんだけど、これが金額400円統一で、卵が1個から9個から選べるっていう、こっちで指定するってことですか。こっちで選べて、金額は一律っていう、すごいメニューがあるから、ちょっとこれ頼もうか。9個ってすごい、だってそれだけで400円半端じゃない、近くいっちゃうっすもんね。半端じゃない。これじゃあちょっとベーコンエッグと、じゃあとりあえずそのあたりを頼みましょうか。はいはい、マンさん、注文お願いしてもいいですか。いいと思う、お願いしますか。そうですね、お久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。ファンも久しぶりです。ご店主のマンスさんでございます。よろしくお願いします。じゃあそしたら、今日もイラン人キロール、イラン人キロール、イラン人キロールだった、イラン人キロール、どっちも出るもの一緒だじゃあイラン人キロール一つと、はい、オムライス一つ、オムライス一つと、唐揚げ一つ、ベーコンエッグも、卵マックス9個までなんで、マックスでお願いしていいですか。え、マックス鈴木ですか。やめてくださいよ怒られちゃうよじゃあマックスまでいっちゃうよ、はい、ぜひお願いします。はい、わかりました。あります、サービスよろしくお願いしますこれ撮影だからどうとかじゃなくて、もう本当にね、こういう店員さん、素晴らしい店員さん、すごいですね。すごいでしょ、サービス精神なのか、すごいでしょ何なんだろうもちろんね、めっちゃお腹空いてんだけど、俺でも今完食できるか心配なぐらい来ると思う。いや、ちょっと想像ができなくて、うん、いや、量多いとはいうものの400円じゃないですか、値段が。はいはいはい、400円の量だから、まあこんぐらいかなぐらいの想像でしかないんですよ。舐めてるね、もうそんなこと言ってたら屈してもらうからねじゃあやめとこうっていうのでもまあ本当にね、一品一品全部美味しいから、まあお腹いっぱいでもなんだかんだ食べちゃうと思うわ。本当ですか。まあとりあえずね、多分もう料理もうち今オープンできてて、これから料理が始まるというか、注文がまだ何も通ってない状態だから、料理もすぐ来ると思うし、まあ、完成までちょっと待って、ドンと、まあ、サムネ撮りつつ、そうですね、料理紹介していこうか。ベーコンエッグ、ありがとうございます。卵、ベーコン、ありがとうございます。伝わってる？伝わってると思いたいです。まるまる
これ卵9個ですよ。でプラスベーコンで400円。あ、2キロありがとうございます。どうぞ。はい。召し上がってください。おお、すっごい。飲みに来られるお客さんほとんど頼みません、ね。食べました。美味しい美味しい。名物になりすぎてみんな頼むんだけど、はい、誰も人気なのか人気なのか分かってないっていう。でもイラン人キロール頼んでも、はい、イラン人キロールですかって言うから、なるほど、でイラン人キロール頼んでもイラン人キロールですかってかさ、正解がないですね。ないです、なるほど。らしい。じゃあいただきます。よろしくお願いします。いきます。じゃあとりあえず、今頼んである品4品中2品来てはいるんで、まあ、あったかいうちに食べちゃいますか。はい、食べましょう。はい、じゃあいただきます。とりあえずベーコンエッグからいこうと思うんだけど、見てこれ、もう白身がもうドゥルドゥルなのよ。結局ね、まあ、いろんな料理おいしいのはいっぱいあるけど、とりあえずでこういうシンプルが一番よね。まずはね、ちょっとお先失礼します。一口がでかい。うまい。うまそう。最高にうまい。最高にうまい。やっぱ結局酒飲みに行きたいとかするとさ、こういうシンプル良くない？いや、そうですね。ちなみにこの後いろんな料理が来るから、どれをつまむかマイチンは選んでいかないと食べきれないと思うんだけど。そうなんですよ。ベーコンエッグは食べる？食べない？食べたいです。食べたい。一通り全品味は食べるんですけど、量の調節ですよね。なるほど。おのおのの。どれを多めに食べてちょっと少なめに食べるか。そう、なるほどね。了解了解。ちょっと食べたところで申し訳ないけどさ、これよ、もう半熟中の半熟、やばくない？めっちゃいいっすね。めっちゃいいよねこれ。イランロール。もうちょっと1個いっていい？中身こんな感じだね。確かね、ちょっとケチャップっぽいこう酸味のある甘みのあるみたいな感じのひき肉ベースに、なんかいろんなお野菜とかが乗ってる感じだったと思う。ちょっとこれいただきます。はい、唐揚げです。やばい。ちょっと待って、見えちゃってるけど、このイランロールの感想を言う前にやばい唐揚げが。え、嘘でしょ。この時点で野菜しか見えないですよ。裏返しすると唐揚げです。どんだけ。400円。400円税込みです。どうぞ。やば、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。これ信じられる？あの多いって言ってたじゃないですか、うん、その上で考えてたものよりも3倍多いっす。400円よこれ。いや普通に動画上でもでかさわかるっす。伝わってる？伝わってる。大丈夫？多分みんなが想像よりも3倍ぐらい大きいと思う。俺のこの黙ってる感じで伝わってる？伝わってる、伝わってる。ちょっとこれ伝わるかな、この揚げたてのさ、ちょっともう肉汁ほとばしってる感じで。そうよ、このイランロール感想を言う前に唐揚げが来ちゃったけど、なんか今食べてみたらね、チリコンカンとかそんな感じのお豆ベース、ザラッとした食感にやっぱちょっとケチャップというか、そういう甘みのあるようなトマトソースっていうような感じの味付けなの。だからこれにさ、ビールとかほんとマジでめちゃくちゃ最高にうまいから。でちなみに、マイチンにさ、ちょっとオープニングに言ったじゃない。フードメニューある中で、一品以外はもう赤字だと。で、その唯一のね、黒字のメニューっていうのが、冷ややっこかな。カモンさんの横に、お豆腐屋さんか、があって、こう、お豆腐をいただいたりするから、結構原価がかからずっていうメニュー。なるほど。だから冷ややっこが、唯一、フードだと黒字メニューってことなのね。本当は頼みたいんだけど、食い切れるかわかんない。ちょっとせっかくね、撮影もさせてもらってるし、やっぱちょっとでもね貢献したいんで。いや、そうですね。あの黒字メニューのちょっとドリンクなんて追加で注文しますか。しましょう。もうちょっと後でオムライス来たら追加で注文しましょう。はい、はい、じゃあちょっとせっかくなんで、マイチンもいただきます。あのこの来てるエッグとかロールとか食べちゃってください。まあ1個でとりあえずね。まあとりあえず1個よね、普通の人はそう食うよ。
あ、一口いっちゃう。普通に料理がうまい。やっぱ料理うまいよね。マジでめちゃくちゃうまい。全然安さを売りにしなくても、うん、料理だけで全然いけるレベルだ。いや、そうなんだよ。イランロールもいただいていいんですか。あ、もちろんもちろん、こっちも食べちゃってよ。これも一口で。一口で。豪快でございますね。いかが？おいしい。おいしい、うん、普段こういうの食べないからめっちゃいいかも。さっきのメニューにあったその、うん、イランゾーンで本当に現地の味付けとかに近いような日本じゃ食えないような料理だから、せっかくねカモンさんに料理食べに来たら、まあぜひね頼んでほしいよね。食べた方がいいですね絶対、うん、普段食えないものなんで。そう、ただ食べた方がいいんだけど、一人二人で来るともうフード一品とか頼んだらパンパンになるから、まあこれで400円ってすごいですね。もうこれで400円だから4人ぐらいで来てもらって、で、あの何品かね注文してもらって、みんなで分け合って食べた方がいいかもしれないね。ちなみにマイチンはこのベーコンエッグまだ食べれそう、それとも一回止めとく？止めとくんで食べちゃって大丈夫ですじゃあちょっとこれ最後ベーコンエッグねいただいちゃいますね。うん、ということで今ねこんな感じでベーコンエッグ丸々完食させていただきました。一緒に写真撮っていいですか？もちろんぜひ。ありがとうございます。ちょっと今さ、あのありがたいことにまたあのカモンさんで撮影してる最中もお声掛けね、あの視聴者さんからもらったんですけど、あの女性のね2人の方でサラダ頼んだらしいんですよ。あの聞いたらそのサラダ俺らとかもし頼んだ時のサイズと何ら変わりなかったって。じゃあみんな一緒ってことですね。みんな一緒で一品でもみんなパンパン、はい、みんなね、あのカモンさん来る時はもう多分食べたいもんたくさんあると思うんだけど、吟味して注文してもらって、本当にねおすすめとしてはいろんな人と食べたいもんつまんでもらった方がいいかな。そうですね、それがベストですね。ただおそらくだけど一般の方6人で来たとしても3品頼んだらもう無理だと思うんだよね。いや本当そうですよそんぐらい多いですからね。めちゃくちゃ多いよ。でも本当にこういうご好意とかがあるからこそ、なんかこうやってね多分みんな笑顔で帰ってくるんだね。うん、そうですね。お客さんずっと笑顔だもんね、うん、でもちょっとあっという間よこれ。イランロールもう2個、いつの間に止まんなくてずっと画面外には皿が映ってないんで画面内に。これでイランロールラストです。うん、うん、ってことでただいまこんな感じで、イラン人気ロールもしくはイラン人気ロール完食しました。残るはもうこの超特大唐揚げと、あとはまだ来てないオムライスかな。でも多分もうねできるっつったんで。うわやばい、はいはい、オムライスできましたよ。オムライスやばっ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、オムライスでーす。どうぞどうぞ。あれあのマンさん、僕が知ってた記憶よりも 1.5 倍ぐらいなんかでかい。だんだん成長してるんですよ。俺もじゃあもうその時次第で若干ね多くなったりもする感じですね。そうですそうですそうです。せっかくマスター、あの今日まだちょっと黒地味に頼めてないんで。はいはい、どうぞどうぞ。もしよければちょっとお腹がいっぱいなんで、やっこじゃなくて、はい、緑茶とコーラいいですか？オッケーです。オッケーですか？じゃあお願いします、はい、追加で。やばくない？いや思ってた僕は3倍でかかったっす。ちょっとだってもう置けないもんこれで税込み400円ですちょっとここら辺つまみますか？はい、つまみましょう。これ唐揚げもさ1個でかくない？めちゃくちゃでかいよねこれ。でかいっす、でかいっすうん、衣の音めっちゃサクサクした音は聞こえました。やっぱ下味もついてて、しっかり多分無駄なのかな。ちょっと濃いんだけどさっぱりとしてる感じ。これがね本当に酒じゃなかったお酒に合うなんてやりたいんだけど、本当にねこれねビールとかあとはハイボールとかもねすっごいうまいです。うん、ちょっと
せっかくなんでオムライスもいっちゃっていいですか。はい。ここやばくない？すげえ半熟なんだけど、卵がめちゃくちゃ多いから表面はしっかりめなんだけど、中の芯っていうのかな、半熟部分もしっかり残ってて、とろとろと半熟を両方味わえる感じ。いかがです、このうわ、こことか見て、プルプル、めっちゃうまそうなんだけど、スプーンを入れたらとんでもない米の蜜なんだけど、まあ、ちょっと行こうか、とりあえず行こう。あ、うまっ。あ、うまい。うん、やっぱ最近はさ、おしゃれなこのオムライス、ソースがいろいろ洋風だったりとか、あのドレスドオムライスとかも流行ってるじゃん。結局ね、こういうケチャップのちゃんと火も通ってる卵、一番家庭の味ですよね。家庭の味。うん、うまっ。この具材にさ、角切りのこの玉ねぎっていうのがしっかり入ってるんだけど、それがね、火が通ってて甘くてうまい。今さ、マイシン、はい、俺今ここ食ったやん。はいはいはい。多分このオムライスの4分の1ぐらいかな。でもね、普通のこれ茶碗で言ったらさ、この一すくいで1杯分ぐらい食ってんだわ。まあそうですよね。つまりお米だけで、まあ普通の茶碗で言ったら多分8杯9杯分ぐらい米入ってんね。5合炊きでもここまで大きくならない気がする。いや、まあ、5合以上400円のオムライスであったら化け物よ。これ400円ですからね、もう一回言いますけど皆さん。いや、400円やっべえな。うん、そうそう、唐揚げとオムライス毎日も食べるか。そうっすね。うん、ちょっとでもいいですか。ちょっと1個とかでいいですか。1個、唐揚げ1個でちょっとでいいですかって言いながら結構取ってくれてるじゃん。いや、これだけ食べます、むしろ。追加なし？追加なしです。あ、そう、あ、そうなの。追加なしでこれだけ。最初のとりあえずそれじゃないの。僕もう 9.5 ぐらいまで来てるんで、ギリギリこれです。ギリギリね、ギリギリこれです。これをゆっくり食べていいですか。了解了解。あ、あったかい。あ、うまい、うまい。実家思い出す。あ、そう、家庭料理だよね、うん、めちゃくちゃ家庭料理なのよ。実家思い出す、マジで。これとりあえず唐揚げ食べていいですか。じゃ次こっち行っちゃう。おい、ちっちゃいの探すんじゃないよ。いや、違います。大きいの行きなさいよ。おい、探してんだろ、なんか。いや、こう美味しそうなジューシーなやつを探して。じゃ俺行きますね。それね、はいはいはい。マヨネーズつけて。うん、うまい。ジューシーですね。やっぱ肉ジューシーだよね。桃、うん、っぽいけど、なんかね、結構ね、こう肉汁もちゃんと出るし。うわー、いいね、その絵。最高です。あ、もう最高です。美味しい。美味しいです。いや、でもすっげー腹いっぱいになってきたね。もう結構いっぱいですよ。でもさっきね、向こうのお客様、ラップもらったから持ち帰りいけるかも。無理せずさ、こういう美味しい料理はさ、美味しいところでやめとこうよ。もう毎日動かねえもんな。もう僕は終わりです。あ、終了。もう終了です。まあ、本当に。もう食えないです。でもなんだかんだもうオムライスね、これもう残りあと端っこだけですよ。そんな行くんですね。これが残ってますけどね、もちろん。これさ、ほら、縦の高さもあるからさ、普通のお店のオムライスの一人前じゃくない。これだけでですよ。これだけであるよね。あると思います。そりゃ腹いっぱいだわ。バイバイ。うん、うん、うん。じゃあちょっと今日をあと食べる分取り分けて、詰める分は残しておきましょう。まあちょっとこんな感じで今日は持って帰って。結構量多いっすね。
ということで、今日のこの料理はね、お持ち帰りさせていただくとしまして、ごちそうさまでした。ということで、本日ですね、こちらカモンさんで、僕もね、数年ぶりの、再来店だったんですけれども、とんでもなく激安なデカ盛り料理いただいてきました。僕もね、もちろん来てまして、この唐揚げオムライスっていうのは以前注文したことがあったので、サイズ感なんとなく覚えてて、どれぐらいね食べれるかって自分でもまあ予測しながら注文したつもりだったんですけれども、この数年の時を経てさらにサイズが増してました誰が来ても満足できます。もう間違いなく断言させていただきます。ちょっとですね、もうぜひこちらのカモンさん、皆様に、ね、おすすめしたいんですけれども、量以外にも一個だけ注意点ね。こちらの、ね、カモンさんは基本的には居酒屋さんですので、未成年の方のみのご入店はお断りしております。ぜひですね、皆様もお酒と一緒にこういったデカ盛り料理をたしなむ、そんな形でですね、こちらのカモンさんを楽しんでいただければと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。